エミール・シニョルによる若きベルリオーズ作品14ビスはエクトル・ベルリオーズが作曲した語り手、声楽と管弦楽のための作品。叙情的モノドラマと題されており、レリオ、あるいは生への回帰などとも訳され、レリオと略されることもある。幻想交響曲の続編として作曲されたが、この作品はベルリオーズの失恋体験が元になり、作曲につながったという。1829年に、後に妻となるハリエット・スミッソンへの恋が受け入れられることがなく、その後間もなくしてカンタータ、サルダナ・パールの詩によって、念願のローマ大賞を獲得し、1830年末からローマに留学することになった。同年12月5日の幻想交響曲の初演で大成功を収めたベルリオーズは、女性ピアニストのマリー・モークと婚約して、2年間の留学が義務付けられたローマへと旅立った。しかしローマに着いて間もなく、マリーの母親から、娘は有名なピアノ制作者プレイエルの息子と結婚すると知らされ、結果的に2度目の破局となった。ベルリオーズはひどく怒り、母子とプレイエルの息子を殺して、自分も自殺しようと女装して、ピストルと自殺用の薬物を買い込んで馬車に乗り、パリへと失踪したが、フランス国境近くで何とか思いとどまって、生気を取り戻し、その後ニースで1ヶ月ほど静養して、ローマに帰った。ベルリオーズは、その後、この体験をもとにして、レリオの作曲を始めたが、それ以前に作曲した、いくつかの旧作も組み入れた。組み入れられた作品は、1829年に、ローマ賞のため提出したカンタータ、クレオパトラの詩や、1830年の山賊の歌とテンペスト、1831年の幸福の歌などである。1831年に叙情的モノドラマとして完成し、1832年12月9日、ベルリオーズがパリへ戻って、最初の演奏会で幻想交響曲と共に初演された。指揮はアブネックによる。この初演にはスミッソンも出席していた。この時まで彼女は、ベルリオーズのことは、記憶に留めておらず、これらの作品で、実は、自身が主題となっていることにも気づかなかったが、この演奏会を契機として交際が始まり、翌1833年10月に結婚に至る。また、双譜の出版の際、初版は、スミッソン。改訂版は二人の間の息子類に限定されている。ベルリオーズは自身の自伝的な告白とも言える幻想交響曲とレリオの二つの作品を対にして演奏することを意図し、はじめはある芸術家の生活の総和5部からなる幻想交響曲として1845年に出版した後、1855年にある芸術家の総和第1部とし、レリオをその第2部として出版した。本作は、幻想交響曲に、知名度や人気で遠く及ばず、音楽付きの独白劇という演劇的性格が強く、形式上類例のほとんどない作品であるため、特に、日本では、言語の問題もあり演奏されることは、非常に少ない。全部で6曲からなり、曲の間には俳優による語りが入る。演奏時間は、約53分であるが、ベルリオーズは2作続けて演奏するように指示しているため、仮に幻想交響曲と一緒に演奏した場合は、約1時間50分以上となる。第6曲の開始までは、語り手のみが舞台の前に立ち、オーケストラ、独唱者、合唱団は舞台に下ろされたカーテンの裏で演奏する。第6曲を演奏するときにはカーテンが上げられる。これは、第6曲以外はすべて主人公、レリオの空想上のものとするためである。ありがとうございます。